それでも他に打開策がなくて、仕事なく恥を忍んで頼んだって言うのに。ああもうわかんないわよ。じゃああんたがこっち、私がこれでいい。ったく、ちょっと気にしなさいよ。なんで怒ってんだよ。なんなんだよ。これ好きなんだろ。わかったよ。せっかく一緒に遊ぼうとしてたのに。少しは頼ってくれるようになったってことかな。なんであんなに固くななんだろう。直球ね。それでなんて？花畑さん、一体何がわからないの？勉強のことです。あなたがアホだからよ。任せて、阿久津くん。こんにちは。あ、今日からよろしくお願いします。自らの意思で飛んだわけではない。今のお前にそっくりだと思わないか。あの男、お前の父親は言っていた。お昼休みも終わりに近づきました。それでは皆さん、午後の授業も頑張っていきましょうね。 See you! バイバイ。私は山の聖者モーラチェスター、万天神殿の王さんも務めている。よろしく頼む。あまり自分勝手に振る舞うものではないぞ。ミオちゃんは一次オーディションでは惜しくも不合格でしたが、欠員補充の二次オーディションで合格となりました。相当な幸運もお持ちですね。その子たちを解放なさい。私が身代わりになりますわ。大きな胸の何がいけないと言うんですの？キリンさんがお腹空いててくれたからですよ。ほら、空腹は最高のスパイスって言うじゃないですか。